XP-15、XF5 XP バイトボーイング XP-15 は、XP-9 の後、アメリカ陸軍戦闘機としては2番目に製作された、試作単用戦闘機である。本機は、基本的に、副用戦闘機、ボーイング P-12 の単用機型である。相違点は、下翼を省略したことと、補助翼も含めて、全金属性構造を持っていたことである。 XP-15 はまた左右独立した主脚を持ち、オリンを備えていた。本機のボーイング社内故障はモデル202である。アメリカ陸軍はテストのために本機に XP-15 という記号を与えたが購入はせず、そのため NX270V という民間機登録も保有していた。初飛行は1930年1月に行われ、 単用に対応するためには P-12C タイプの垂直安定板をより大きなものにする必要があることが判明した。最高速度は最初のテストでは 178mph だったが、尾翼面積を広げタウネンドカウリングを装着することによって8000フィートの高度で 190mph を記録した。一方上昇力は機体外れで、 着陸速度も高かった。アメリカ陸軍航空隊は XP-15 の生産発注を行わず、試作機は1931年2月7日に、プロペラブレードの破損とエンジンの脱落事故によって破壊された。海軍にもほぼ同じ、モデル205が提案され、1930年2月に初飛行した。モデル205は、アメリカ海軍から発注を受け、 飛行テストは1932年に終了したが、それ以上の発注は受けなかった。XF5 バイトと名付けられた本機は、アメリカ海軍から故障を割り当てられた最初の単用機である。ABC アンゲルッチ、1987、ピアニッシモ、81から82。ありがとうございます。